ブラジルでは陽気で前向きなリオッコのことをカリオカと呼ぶ。ベルディのミッドフィルダーラモス選手、その華麗なプレーと明るい人間性、サッカーファンは親しみと敬意を込めて彼をカリオカと呼ぶ。誰？こんにちは。ボンボヤージ愛してるよ。最高に愛してるよ。グー。えい、カリオカ。みんなどうして僕のこと知ってるの？だって今カリオカって、カリオカは僕らの島では素晴らしい、すごいって意味だ。ナイスキーパー。どういう意味？よくやったっていう意味さ。よし、みんな集まれ。おーい、なんぞーい。パス。ナイスパス。どういう意味？頼むぞっていう意味さ。ナイスパス、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 ナイスパス。カリオカ、みんなで声を掛け合うって気持ちいいね。カリオカ、カリオカ、カリオカ、カリオカ。みんな、僕は帰らなくちゃならないんだ。カリオカ、カリオカ。泣くな。最高に愛してる。どういう意味？頑張れっていう意味さ。カリオカ。
浦和レッズのダイヤモンド福田選手。そのドリブルにはジーコも称賛を惜しまない。そして浦和レッズのサポーターたちは皆熱烈である。いらっしゃい。何にしましょうか。卵からもらえます？それとカッパ。えいよ。えいよ、お待ち。玉から行くなんて通だね。憎いあんたにイエローカードでかドキ。はい、カッパ。うちじゃねアントラーズ巻きって言うんだよ。はあ。カッパなんてのはね、一気にガリガリってね。お次は。カズノコ。てやんで、ベルディカズで。あいよ。奥歯でさ、ガシッとね、噛み締めてやってよ。プチプチってさ、カズ、うまいかい。お次はマグロを。あー、待ってました。マグロの赤はレッズの赤。はいよ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 、入ってきた。ということは、だい脱サラして早3年。ひょー、浦和で寿司をやってて今日ほど感動した日はありませんぜ。浦和レッズの福田さん。あた、父ちゃん泣いてる時じゃないよ。おっと、いけねそうだった。ゴーゴーレッツゴーゴーレッツゴー。福田さん、福田さん、どうした福田君。ありがたい話なんですが、浦和の町中レッズのサポーターで食事もろくにできません。それならちょうどいい時に来たよ福田君。これから食事しようと思ってたんだ。どうだ一緒に。しかし町中では。大丈夫、落ち着いた店だから。これはこれは福田さん、ようこそおいでくださいました。な、平気だろう。どう、うまいでしょ。おいしいです。うちの魚はイケスからすぐあげてきますから。ほう、イケスがあるんですか。はい、ぜひ見たいな。さあどうぞ。ありがとうございます。ほう、どこにおるんじゃろうな。
ゲー